はい、皆さんこんにちは。今日はちょっと面白いソフトウェアをご紹介します。今 DAW の方にもステムスプリッターというのがついてきたりして、2ミックスの楽曲をボーカルと演奏に分けたりとか、その演奏もですね、ベースとドラムとピアノとその他というような分け方ができるような素晴らしい AI ソフトが出てきているんですけれども、とっても安くて、そして iPad で動く、そんな便利なソフトをご紹介します。まずは今日のセパレートする曲を聴いていただきます。今 iPad のホーム画面になっています。そしてファイルを開きます。ここにあるハウルの森という音楽をちょっと聴いていただきます。これは僕の友達の亀岡さんという人が作ってくれた音源です。インストです。ちょっと聴いてみてください。はい、こんな感じでピアノが中心の音楽ですね。少しドラムもベースも、そしてその他の楽器も入っているかなというような感じの音源です。では今日ご紹介するメインのソフトをお見せします。アプリの名前は Let's Unmix というやつで、別にこれは最新というわけではなくって、徐々にバージョンアップして、そして日本で作られたソフトウェアです。ちょっと起動します。今、このようにもう音が読み込まれていますが、最初からやります。このアイコンのところを押すと、ファイルから読み込みができます。ボクシーという USB 入れてあるんですけれども、ここの中にあります。はい、ここにあるハウルの森というやつです。これを開きます。このようにファイルの波形が出ます。このファイルの波形はもう少し大きく見るとかいうこともできます。これを動かすと拡大します。はい。これで全体が見えている状態です。この中で再生ができます。まずはソースだけを聞いてみましょう。このようにソロボタンを押すと元の音を聞くことができます。ボリュームはこれで上げれます。これをスプリットするのは、真ん中にあるハサミの絵をクリックすると分析してくれます。僕の iPad は M2 の iPad で、もうこんな時間で出来上がりました。ノーカットで見せています。これをやると、まずはソースをこのようにボリューム0にしてくれます。この状態は全部のボリュームが上がっていますので、5つのパート全部でなります。そして各トラックがミュートになっていますので、このようにミュートを外します。これで聞いてみましょう。今聞いたら同じような音が鳴るはずです。はい、分析したミックスの方もあまり破綻することなく、音もそんなにも劣化していないことが分かりました。じゃあ、ボーカルは入っていないので、これはミュートでもいいでしょう。そして、今度はピアノが中心ですから、ピアノだけをソロにします。聞いてみます。
もうちょっと上げましょう。はい、完璧とは言いません。僕の評価では90点台というような感じです。そしてここにベースを加えていきましょう。ベースだけにします。じゃあドラムを足します。ドラムだけにしましょう。今度はその他がどんな音か聞いてみましょう。その他はいろいろ混ざっているので完成度が高いとは言えませんが、音楽がとっても賑やかになるような、そんな上物が載っています。このようにしてバランスを変えることができます。それだけでもとってもいいですね。ピアノだけを勉強したいからということでピアノを大きくします。はい、あとは言わなくてもわかりますよね。微調整はこのようにしてやればいいわけです。そして素晴らしい機能というのがあります。耳コピをしたりするのに便利なように、一番右下のアイコンですね、ここで速度を変えることができます。ですから耳コピをしたいからゆっくり聞きたいという人はこれで下げるといいでしょう。聞いてみましょう。素晴らしいですね。はい、100に戻しました。100に戻すのはここでリセットというのでもいいです。そしてクローズします。他にも素晴らしい機能があります。ピッチを変えるということができます。半音単位でもできますし、セント単位でもできますので、例えば自宅のピアノが442でチューニングしてあるというような方も、これでバッチリ合わすことができるということです。はい、これだけじゃありません。皆さんに今日緊急でご紹介をしようと思った理由は、これなんとMIDIに変換できるんです。ちょっとやってみましょう。このフロッピーマーク、フロッピーのマークなんて懐かしいですよね。これを押します。するとファイルのフォーマットというのが出てきます。書き出ししたいときは、このローというのを選択しまして、どれを書き出すかということです。ボーカル以外のドラム、ベース、ピアノ、その他ということで、4つ書き出したいと思います。エキスポートを押します。そしてファイルに保存します。はい、オーディオのホルダーがないですので、ホルダーを追加しましょう。はい、このホルダーに保存をします。グレーになっている間は、まだ保存ができてないということです。
完成しました。これでオーディオバラバラに出せたわけです。そしてもう一つのMIDI というのも書き出しできます。やってみましょう。ここでMIDI というのを選びます。そうしまして、先ほどと同じようにどれを書き出したいか、このようにしましてエキスポートをします。MIDI は分析もしているのでちょっと時間がかかっているようです。ノーカットでお見せします。はい、出来上がったようですね。ファイルに保存します。またホルダーを作ります。MIDI ホルダーを作ります。ここに書き出しをします。はい、今度はファイルに書き出すのは一瞬でした。MIDI のファイルというのはとってもサイズが小さいからです。さあ、ここからです。今 iPad でやっています。iPad でやっていますが、ここでロジックで処理してもいいだろうし、その他には、Cubasis ですね。これで新しいトラックに、こうして iPad で全部完結するということもできると思います。例えば、ここに入れたいときは、メディアを開きまして、そして MIDI を開きます。そして、インポートをします。インポートはどこからですか？ファイルからです。そうしまして、ボクシーというファイルの MIDI というのを開きまして、これらを4つともチェックをしまして開きます。そうするとどこに入ったか、メディアの中の My MIDI ファイル、ここに入るようになります。はい、入ってきました。そうしましたら、ここでですね、MIDI のトラックを作っておきます。まずはトラックをクリアにします。そうしまして、MIDI を4つ作ります。はい。そして、一番上のトラックを選択しまして、まずはピアノ。これですね。ダブルクリックすると入ります。そして、ドラム。下のトラックを押してからドラムを入れます。はい。ここにベースを入れます。ここにはその他いろいろですね。それを入れたいと思います。はい。もうこれだけで Cubasis の場合は音源もちゃんと割り当ててくれています。あとは聞くだけです。ちょっと聞いてみましょう。どこまで MIDI で再現率があるか。楽しみですね。が大きいですね。ソロにします。はい、ちょっと直しは必要です。でもこんな感じでできるというのは素晴らしいことですね。ちょっとクオンタイズしてみましょう。マシになるか悪くなるかもわかりません。はい、クオンタイズしました。なりましたね。クオンタイズはしない方が良かったという感じです。より高度な編集をするんであれば、デスクトップの DAW の方がやりやすいと思います。
そして入れ替えもできると思います。今 USB メモリーに入れたデータをスタジオ1で開いてみます。作業の部分はスキップさせていただきます。はい、DAW のスタジオ1の方に移動してきました。今画面にありますように、先ほど向こうのレッツアンミックスというソフトから MIDI を出したものが今見えている4トラックです。そしてオーディオの方も引っ張ってきました。上から4つがオーディオです。このようにMIDI になったことはいいんですけれども、やはりまだ50点ぐらいです。これからこれができるようになるというその可能性はとっても買ってみたいなというふうに思いました。じゃあちょっと鳴らしてみましょう。はい、こんな感じに曲のなんとなく雰囲気だけは来ているという感じです。やはりドラムとかがとっても抜けてるんですね。ちょっと見てみましょう。こんな感じでですね、ハイハットの刻みがちゃんと入ってくれてないという感じがするんですね。ベースなんかは案外いい感じがします。ベースと一緒に鳴らしてみましょう。こんな感じです。その他というのを混ぜてみるとこうなります。そしてピアノを乗せてみます。ピアノがメインの曲でした。はい、なんかヨタヨタして酔っ払いのようなピアノになってしまっています。オーディオだけを鳴らしてみます。まあ、これは問題がありません。上の4つで鳴ります。はい、こんな感じでしたので、僕の方ではドラムをイージードラムに変えてみました。ちょっと見ていただきましょう。このようなちょっとジャズっぽいようなドラムキット、これにしまして、曲全体からグルーヴを割り出してみましょう。この4つのトラックを同時に持ってきます。はい、OK をします。ここで聞いてみましょう。はい、スイングしていないですね。ですから、ここでスイングにします。はい、このようにちょっとリズムを跳ねさせました。ハイハットをもう少し入れます。スネアも上げます。はい、こんなイメージの音楽。これをちょっと選んでみましょう。下に引っ張ってきます。はい。そして、これに似たグルーヴをもう少し調べます。右クリックをしまして、
ファインドというメニューがここにあります。そして一番上に、ショーシミラーグルーブスというようなメニューがありますので、それを選択します。すると、今の雰囲気に似たリズムがこのように表示されます。聞いてみましょう。はい。これを入れ替えてみます。Replace MIDI。このようにしまして、ドラムのトラックはこれを活かします。ですから、ここにあるドラム、これはですね、ミュートします。Shift M でミュートになります。灰色になりましたね。そして次に、ピアノを見直します。ピアノをそのまま入れたのでは良くなかったので、ドラムと同じようにですね、これだったら合うんじゃないかなというのをチョイスしてみました。ちょっと聞いてみますね。はい、こんなようなピアノです。こちらのピアノもミュートします。どちらもプラグインで鳴らすということです。じゃあ、これで鳴らしてみましょう。オーディオは全部切りました。そしてドラムとピアノを入れ替えたというものです。ベースとその他はそのままミディを使います。まだまだ荒削りで使えるか使われないかというところが危ういところだと思うんですが、でもこのソフトは700円の買い切りです。その700円でですね、今後音がMIDIに変換できる、そういうことを考えると期待を持って待ちたいアプリだと思います。今日は皆さんに報告する前に一応簡単にはテストをしたんですけれども、結果は50点ぐらいしかないというのは分かりつつ動画を撮っていました。今の AI 技術がこんな風に音を分離するだけではなくって MIDI にまで変換できて、そして DAW と連携できる、将来もっともっと素晴らしい結果を作り上げれる希望が持てるんではないかな、そんな感じで皆さんに報告してみました。今日は長い時間聞いていただきありがとうございました。またねー。